リバティで行われるイベントのお知らせです。嬉野市政志向10周年記念事業、リバティ開館1周年記念事業としてリバフェスボリューム1を開催いたします。日時は9月23日水曜日祝日、会場13時30分、開演14時、場所はリバティ文化ホール。料金は前売りで一般大学生2000円、中学高校生1000円、小学生500円、当日は500円増しの全席自由席となっております。チケット発売は8月3日月曜日からです。出演者はクラシックからジャズ、ラテンなどのジャンルを問わず世界的に活動されている無国籍バンドガイアクアトロ、フォルクローレやブラジル音楽を中心にソウルやジャズなどエネルギーに満ち溢れた演奏で人気のギタリスト兼ボイスパフォーマー西源寺、福岡在住で主に九州で活動しているパワフルでソウルフルな歌声を持った歌姫ガンを中心としたグループガン、ペペ、フィート、浦広則、ユージマン、以上の3グループがジャンルと国境を越え熱く心に響く音楽をお届けします。チケット取扱い先はリバティ鹿島市のエーブル2階、佐賀市文化会館などで8月3日月曜日から販売となります。なおチケットの取扱い時間については各所により異なります。詳しくはリバティ内の嬉野市文化振興事業実行委員会事務局0954-66-9320までお問い合わせください。ぜひ皆さん一緒に盛り上がりましょう。とどろき公園プールを8月31日まで開園しております。開園時間は朝9時から12時まで、午後は1時から4時までとなっております。対象は4歳以上から小学生までといたします。幼児の遊泳につきましては保護者の同伴が必要となります。料金は1人100円です。ぜひご来場ください。こんにちは、ウレシカニバル実行委員会です。今年で第16回を迎えます燃えよウレシカニバルのご案内です。8月10日午後7時よりウレシノ温泉商店街本通りを会場に開催される踊りの祭りです。ウレシノ保本ゆうゆうゆう塩田温度に合わせて参加者がそれぞれ思いの衣装で参加され大変楽しく賑わっております。ただいま参加者を大募集いたしております。当日の飛び入りもあります。参加お問い合わせ申し込みは嬉野交流センター 0954-431860 です。どうぞ友達同士職場の皆さんお誘い合わせてたくさんの参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。8月11日火曜日第38回嬉野温泉夏祭りを開催します。二尺玉2発を含む2500発の花火が嬉野の夜空を彩ります。今年は嬉野市10周年を記念して忍笛奏者の佐藤和也さん、立花太鼓響き座、白縫太鼓による豪華ステージイベント、またヒップホップのダンス F1、PL佐賀 MBA 嬉野教室のバトントワリング、太良町出身のシンガーソングライター山口美月さんライブなど盛りだくさんの内容となっております。ステージイベントは8月11日みゆき公園多目的広場特設ステージにて午後5時より開始します。花火大会は午後8時30分より開始します。駐車場はありますが混雑が予想されますので
公共の交通機関や巡回バスをご利用ください。雨天の場合は8月12日水曜日に延期になります。お問い合わせは嬉野市商工会0954-66-2555となっております。皆さんお誘い合わせの上お越しください。待ってます。8月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。8月の小児時間外診療はご覧の通りです。8月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。8月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか。各地でお祭りなどたくさんの楽しいイベントが行われます。ぜひ皆さんお出かけください。またお出かけの際には水分をしっかりとるなど熱中症対策を行って楽しくお過ごしください。それでは次回の嬉野ホットステーションをお楽しみに。